どうも皆さん、おはようございます。闇属性ぶん殴ると攻撃力倍、リュウです。さあ本日はですね、忍者デッキでね KC カップ突破された方いらっしゃいましたんで、こちらご紹介していきたいと思います。またあの KC カップ突破シリーズですね、まあ、いろんなデッキあるんですけれども、これやっぱ見たことなかったんで、あのパッと見レシピ的に面白いなと思って、ご紹介させていただきたいと思います。忍者マスター半蔵さんが一応初動になってますが、まあ、忍者パーミンみたいなデッキですねこれね。あれジャックローさん、ジャックローってこれあれかな、満足さんのセリフですかねこれわかんないですけど、っていう方が、ディスコードに貼っていただいた、パーミッション忍者ですね。忍者マスター半蔵、やっぱりねこの超変化の術非常に強いと。で超変化の術で相手のモンスターと俺とお前で超融合して、これあの相手パクって、超変身できるんですよ。超変身っつって、で超変身してドラゴン族になれるんですけども、これドラゴン族何入ってるかっていうと、一体はまあブルーアイス、ホワイトナイトドラゴンっていうモンスターと、あとこれ、バンダルギオン。バンダルギオンやっぱねかっこいいね。これあのカウンタートラップでなんか相手のカードを無効にすると出てこれるっていう程度だからっていうモンスターなんですけど、まあシンプルにこうドラゴン族だから一応こっからも出てか、こっからも出てこれるし、あとやっぱねこれら辺のあのパーミなんでパーシアスとかセツリとか、まあ、スッパの日とかこの辺のカードあの入ってるんですけど、このカードタッチで無効にした後にバンダルギオン出せるっていうのがあるので、シナジー結構噛んでいますね。あのパーミッションに入れつつ忍者からも変身できるみたいな感じで、でここのイエロー忍者は普通にあのすべき超変化の術とかあののパターンでまあ、使えるようにはなるし、まあ一応だから4枚目5枚目とかの半蔵みたいな感じですかね一応ね。まあ一応この召喚に成功するとなんか手札から忍者出せるんで、半蔵出してで半蔵効果でもう一回そのこれ持ってくるとかできるんですけども、まあモンスター増やすみたいな、あんまりやんないですね。まあ設理のコストとか、あそんな感じには割となるかもしれないけどね。でもちろん環境ガンメタカードのネクロバレーはこのデッキあんまり関係ないんで入れてもいいから、だから入れると。でバック除去、ブラックマジシャンを分からせるためのコズミックサイクロン、ぶち込んですり替えで、まあいらねえカードを戻して、あの摂理とかパーシアスのコストを稼いでいくという、まあそんな感じの構築となっていますと。使ってみたんですが、まあやっぱりねカウンターバナって強いですね。非常にカウンターバナっていうのがスペルスピード的に非常に強い、まあ、ナビゲートとかも無効にできないしね。はい、この辺ちょっと見せていければいいかなと思っております。デュエルスタンバイ。ニンニン。さあ、お相手の方闇遊戯選手、あやばいモンスターたまにそのモンスター引けてないっていうパターン結構あるんでね、このデッキだと。なので、そういう時はですね、すり替えていきましょう。基本的にすり替えがマジで重要。 OK ロット OK。コズミックサイクル入ってるんでね、一応ね、お守りとして。結局ですね、まあ、ブラックマジシャンを本当分からせるためには、本当、コズミックサイクルするしかないですよね。基本的には。分からせるべく、コズミックサイクルぶち込んでいきたいと、思っております。なんでさ、この前、あの、この間、動画にしてると思うんですけど、あの、実装されていない魔法トラップ、魔法トラップカードっていうか、実装してほしい魔法カードか。やったんですけど、コズミックサイクロンあってさ、なんでさあれなの、コズミックサイクロンじゃねえや、あのサイクロンがねえの、逆じゃない？ちょっと一回コズミックサイクロン打つしかないよね。これ基本的にはコズミックサイクロンぶち込んですり替えして、これどれもですか、むずいな、かなり。まあでも超変化のですか、コズミックサイクロンぶち込んで打ち込んで、でまあこれしょうがないからもう魔導陣で除外するしかないですね。はい、除外させていただきたい。 OK、 あれです。でスキル発動、スキル発動で超変化の術を戻し、なんかいい感じのカードを引いてください。天才神ゲー神ゲーでした。さあこのゲーム神ゲーでした。忍者マスター半蔵を召喚、ニンニン、そして超変化の術を持ってくる。いやこれは天才だ。これはね、すり替えのセンスがあるね。かなり。で、王家の眠る谷、ネクロバレーを発動。さあ、ネクロバレーを発動したことによって、ナビゲートで魔法を止めるということができなくなりましたよと。さあ、これでバトルフェンスに移行するぞ。さあ、とりあえずお前殴るぞ。さあ、ナビゲートを飛ばしてくるか。さあ、イリュージョンマジックだ。さあ、イリュージョンマジックをシャキーンってやって、これでブラックマジシャンを2体サーチすることができてしまう。さあ、1枚が2枚に。2枚なんだよ。あれ引いてる？
引いてんのこれ。ナビゲート OK。 ああそういうこと、そういうことですか。なるほど。なんか手札めっちゃブラックマシャンいいんじゃないこれ。2枚1枚出てきた。デッキからもう1枚出てくる。はい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 、なるほど。ブラックマシャンかな手札。これサーチ2枚しないって意味わかんないよね。だってね、なんでなんだろう。これブラックマシャンかな。3枚これ手札にブラックマシャン、ブラックマシャンってこと。そんなことある。だとしたらめちゃめちゃ弱いぞ。さあロット召喚いいぞ。ロット召喚はいい。ロット召喚別にもうね、キーカード止めればいいんですよ基本的に。マストカウンターを決めればいいだけなんで、これサーチとかはほんとどうでもよくて、でそれも別にどうでもいいんじゃない。もうそれとかももうね、もはやどうでもいい。アドバンス召喚はできない。で次のターン、アドバンス召喚からの、あーでも今魔導陣は一応止めてもよかったか。あセット OK、 セットセットで、ナビゲート、あれナビゲートだね。はいはい。でバトルフェーズ入ってくる、バトルフェーズ入ってくる。バトルステップ忍法超変形の術、俺とお前で超融合。これこっちか。俺とお前で超融合、現れろ。ブルーアイスホワイトナイツドラゴン、お前誰やねん、お前誰やねん。一応ねこいつね、対象とする魔法トラップカードが発動するとね無効にできるんですけどね、もうすでに発動されて魔導陣無効にできないっていうバグがあるんですよね。1枚はセットしても良さそうだな。でまあマストカウンター決めればいいので、ナビゲートとかは止めればいいと思いますね。さすがに多分あれ手札1枚ブラックマジャーなんじゃないかな。さっきサーチしないし、肉声ちょっと怖いけど1枚セットします。でバトルフェーズ入ります。ブラックマジシャンでいいですね。ブラックマジシャンぶん殴っていきましょうか。で500ダメージ、でターン終了していく。さあエンドフェーズ、はいはい、ナビゲートっけ、ナビゲートリンネのパーシアスか。さあリンネのパーシアスで君のトラップカードは無効にさせていただくぞと。ベレ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 バーン OK。 でモンスター特殊かもちろん、あれあれよ、ホーリーライトパーシアス2600、偉いね。打点2600めちゃくちゃ偉いわ。これだってブラックマジシャンで突破できないって、この打点偉い。多分ですけど、黒魔術のカーテン、なるほど。あー何飛ばすんだこれは。どれかは飛ばされる、別に。あーこれ魔導陣無効にしてもよかったかもしんないね、もしかしたら。で魔導陣 OK いいよ。であそこ、そこなんだ、なるほど。そこ、そこなんだ。でもあんまり関係ないね、ナビゲート。こっちはカウンタートラップめちゃくちゃ多いんですよね。カウンタートラップめっちゃ多いんで、多分ねあんま関係ないね。あのカウンタートラップにナビゲート、墓地のナビゲートの効果は発動できないんで、スペルスピード的にね。ちょっと難しい話しちゃうってな。すいませんね。あのナビゲートは、カード効果が一応墓地から除外すると無効にできるんだけども、ちょっと一旦とりあえず釣り替えていきましょう。ジョーカー、まあ、トラップカード無効にしたい一回。これはトラップカードが来てほしい、できれば。だ、釣り替えうま、俺釣り替えうますぎない、俺様の釣り替えうますぎるんだが。さあここで守備表示にして、もうあと怖くないね、これ殴って勝ちじゃない、さすがに。さあ何でしょうか、フリーチェーンなんかあるんで、おそらく、まあでもナビゲートもあるのか。ナビゲートとかは別にどうでもいいね、あんまり。あのスペルスピード的にね、あのね、カウンタートラップをナビゲートで無効にはできないんですよ。あ、サンダーブレイク OK。サンダーブレイク、手札捨てて、手札捨てて弱い者いじめしていくぞ。手札して捨てたところで、さあ何を選択する？さあ、それを選択するしかないが、それを摂理で止められてしまう。さあ、これは厳しい、闇遊戯選手。さあ、弱い者いじめが始まった。このモンスターは貫通能力を持っている。残念でしたね、闇遊戯選手。カウンターワラってバカ強いね、やっぱ。カウンターワラってバカ強いわ。カウンターワラってね、やっぱね、最強。本当に。何でも止めれるってやっぱ強すぎるわ。ダメだね。やっぱこう、神系のワラとか、なんか、濃いとか思ってたけど、絶対ダメだね、来たら。さあ、リンネのパーシアスでさえ最強なのに。さあ忍者マスター半蔵によって超変形の術をセットされたという絶望。さあ闇遊戯選手どうするんでしょうか。おそらくエレメントセイバーかなんかでしょうか、わかりませんな。20枚かわかんねえな、なんだ。さあセットセット、なんだわかんねえ、セットセットセット、はあ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 、わかりませんな。
20枚、はい、あ、でもネクロバレー来ちゃった、強すぎ、ネクロバレー来ちゃったの強すぎる。ザネクロバレーを発動していく。やっぱでもちょっとね、若干ね、カウンタートラップデッキなんで、ちょっと若干その先行形ではある正直ね、あと局所つらいっていう、局所になんかリンネのパーシャス吐くみたいなね、意味わかんないことが起きるんでね、たまに。さあ、とりあえずそのセットモンスター何なのか見ていこう。さあ、おっと召喚獣だ。さあ、レイスターの効果は一回通して、で召喚魔術を無効にするっていうパターンでいこうか。うん、まあそうだね、召喚魔術を無効にするというパターンでいこうか。ね、これでターンを終了するしかないが、変身してもダメだね。変身して相手使ってきて、ダメだね、はい、変身して使ってきて、3000は多分おそらく受けるだろうから、変身するタイミングはちょっと慎重にいこう。さあ、お相手し、さてはだ4枚、アレイサーが、存在してる。さあ、カード1枚セット、カード1枚セット、属性が引けてない。なるほど、属性が引けていないのであれば、まず超変化でワンキルを狙っていくぞ私は。さあ、俺とお前でオーバーレイ俺とお前でオーバーレイエクシーズ召喚。いや、もうそろそろね、ゼアルワールド来ますから、皆さんも楽しみに見ていきましょう。さあ、このモンスターを対象に取る、何かカナディアとかそういうの無効にできます。一応そこらしきつい、あ、そこらしきつい、そこらしきついので、そこなしきついので、リンネのパーシャス、リンネのパーシャス、摂理捨てて、そしてモンスターをもちろん特殊召喚していくぞ。さあ、ホーリーナイト、パーシャスを特殊召喚、そしてこのカウンター罠で相手の効果を無効にしたことによって、手札の冥王竜バンダルギオンを特殊召喚、そしてトラップカードを無効にした場合、相手フィートのカードを1枚選択肢破壊することができる。強すぎる強すぎ。あのね、俺多分ね、エクストラ的が多分ね、これね、ブラフの召喚魔術だわ、これ。これ俺もう読んでんだよ、これね、デッキがおそらくブラフ召喚魔術だと俺読んでるから。さあ、闇遊戯選手、そのカード破壊されますよ、どうするんでしょうか。さあ、考えております、闇遊戯選手、オラオラ早くカードを出しな勇者しねえぜ、オラオラ早くカードを出しな。このセリフ本でやってるとマジで、あー、切断だ、通信切断中だ、切断中はくたまりやがれ。地下鉄乗ってる、地下鉄系か、これは地下鉄に乗ってるやつか。さあ、闇遊戯選手、しっかりと切断して自分の負けを認めない、こんな主人公は嫌だ。さあ、お相手の方、アリスターとカラクリ。さあ、アリスターカラクリ来たか、 KC カップの大目玉、ひたすらに挨拶してワンキルしてくると噂の、どっちかっていうとリュウさんが得意そうな。お、セット、お、事故ったか、よし、事故ったぞ、あいつら事故ったぞ。これなんだ、まあ、供物かなんかあんのかな。で、忍者マスター半蔵召喚、忍者マスター半蔵の効果を発動。さあ、供物系のなんかありそう、供物系のなんかありそう、まあしょうがないね、供物あったらしょうがない、先行取られたのでちょっとしょうがないんだけど、まあとりあえず殴るしかないね。なまあでも殴ってさ、これ供物使ってきてもあんまりそんなに向こう解決になってないから、俺がデッキトップでなんか引けばいいんでしょ。